はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ NBOX カスタムです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダ NBOX カスタム L ターボホンダセンシングということで、今日はね、厳選中古車ということで、綺麗な状態の、中古車になりますね。こちらね、まずお値段、178万円ですね。消費税込みということで、初年度登録が平成30年の6月、車検有効期限が令和3年の6月までですね。それでね、なんと走行距離がね983キロなんですね。いや、なんで売っちゃったんでしょうねっていう感じの NBOX カスタムなんですよね。でさらにね、すごいのがこの純正のね、付属品が多数ついているということで、早速ね、いろいろ見ていきましょう。いや、白と黒のツートンカラーのこのボディ、なかなかね洗練されて綺麗だなと思います。ほら、少しね、メタリックが入ってるんですよね。おー、ライトつけたらかっこええわ。ウィンカーがね、流れるウィンカーになってますよね。さすがカスタム。この LED のねヘッドライトもなかなかクールですよね。でフォグランプも LED なんですよね。こんなお団子みたいな傷ゼロっていうとあれなんかな、嘘になるかもしれないんですけど、ほぼ新車の状態ですね。1000キロ走ってないですからね。ちなみにね、タイヤの方は165の 55R15 インチを履いております。いや、もうこれちょうど一皮むけて、タイヤのグリップ感もね増してきたかなという感じの、いい感じの状態のタイヤですよね。でもちろんね、カスタムなんでこのサイドガーニッシュとかねついててスタイリッシュですよね。あ、これがオプションかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと知識不足で。メタリックサイドガーニッシュかな、これ名前がわかんないんですけど、これオプションっぽいですよね。あ、でよく見るとね、これドアのねぶつけても、大丈夫なやつこのガードが、白のガードついてます。でドアノブのこの部分ね、確かこれもオプションですよね。メッキのカバー、ドアカバーがついてます。はい、ミラーこんな感じなんですね。あ、結構ちょっとブルーがかってかっこいいですね。このメッキは最初からか、ちょっとごめんなさい、差がわかんなくて。こういうのもねオプションだったりするんでね、最初からついてないんで意外とこれお値段したりするんですよ。で NBOX カスタムはね、両面スライドドアということでかなり使い勝手がいいですよね。ちょっとせっかくなんでこう下回りも見ていきましょう。後ろから見たらこんな感じです。おお、やっぱカスタムってね後ろもかっこいいんだな。縦のランプもなかなか凝ったデザインしてますよね。これもね、ただの反射板じゃなくて、ライトがつくんですね。ウィンカーとブレーキランプ、ちょっと踏んでみますね。では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。かなりの綺麗さを保っております。いや、もうハンドル A は NBOX ハンドル A は、いや、もうこれね本当に乗ってるとねもう普通車かなという感じがしますよね。シートもねかなり綺麗な状態ですね。これね NBOX いいのがね、ちゃんと非常置きが出てくる、しかもいい高さにね出てくるんですよね。ちょっと電源つけさせてもらいます。中よく見るといろんなものがついてるんですよ。これレーダーかな、多分レーダーっぽい、すいません間違ってたらごめんなさい。これついてます。でこれね、なんかこれミラーでかない、シートベルトしてねランプがつくようになってますね。これね純正の8インチナビですよね。かなりね上位機種がついてます。いや、なんかね装備がやっぱ充実してるわ。いや、これだいぶお買い得車ですよね。178万か、しかも税込みこんなんついてますけど。でもちろんねこの
もう最近は必需品ですよね。このスマートフォンとか充電できます。 USB 完備です。すごい細かい。こんなとこも、こんなも入ってる。これなんやろ。あ、しかも両面まだつけてないっていうね。ここちょっと傷つくんが嫌やったんかな。 NBOX 純正のシートを引いてますね。こういうのもねオプションなんでね、あの買うとね結構するんですよね。これはオプションなのか。ではちょっと後ろもね見てみますね。お邪魔します。綺麗綺麗。これ後ろ乗ってたんかなっていうぐらい後ろね、ほら日差しよけが出てきていいよね。これフィットにも欲しいなでほらこうポケットね、スマホとか入れれます。結構やっぱ K ってねこういうのが充実してるんですよね。 NBOX やっぱ売れる理由わかるわ。ちゃんとねなんかドアパネルもこれファブリック素材でね、なんかねちょっとあったかい、なんか包み込まれる感があります。いや本当にね K ってね広いですよね。あのやはりね横幅は少し狭いんですが、あのそのね狭さを感じない感じですよね。ちょっとシートアレンジしてみました。どうよこの広さあのちょっとねここが、若干というかだいぶスロープですね。なんかこういうのもあのつけてくれてます。結構この方大事に車をね乗る感じの方だったんでしょうね、前のオーナーさんね。後ろのシート倒すと前のねシートだいぶね前まで行かないとダメですね。あーやっぱ広いわ。ちょっと寝れるかな。さすがにね寝っ転がるのはできなかったですが、まあかなりねちょっとお子様とかはちょっと休憩ぐらいゆっくり寝てね休憩できそうなスペースですね。あの最近キャンプとかね結構流行ってますよねなのでそういうキャンプとかね、あのこれ NBOX 使う方も結構いらっしゃると思いますね。リアの扉はね結構大きいんで、あの日差しよけにもなりますね。ここにテーブル引けばもういけそう。あ、ちなみにこういうのもついてる。こんなんね結構大事だと思うんですよね。あのボディ傷つけないんでね、荷物の出し入れもこれで安心と。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よーし。ホンダ NBOX カスタムということで、こちらねあの中古車を今乗っております。いやこちらねあの中古車なんですけど、なんとね、走行距離が、983キロということでね、なんと、1000キロ切ってますね。あ、今ねちょっとやっぱ久しぶりに、NBOX カスタム乗ったんですが、やっぱりねこの上質な乗り味、あの軽とは思えないぐらいの、あの内装もそうだし乗り味もそうなんですよね。さすがねやっぱカスタムということでね、あの内装がねやっぱかっこいいですよね。あの革張りのステアリングだったりとか、あの黒で締められたね、この内装がすごいねスタイリッシュだなと思いますね。あの曲がるときにねあの流れるウィンカーとかね、やっぱカスタムだなという感じがしてかっこいいなと思いますね。でこちらねあの車両価格が税込み、178万円ということで、この、NBOX カスタムのターボですよね。ターボの、このタイプで190万ぐらい新車でします。で、まあそれにねあのナビとか、あのこのねドアバイザーとかねいろんなオプションね結構これついてるんですよね。そういうのをねいっぱいつけちゃうと、まあ込み込みね250万ぐらいやっぱいっちゃうみたいですね。で特にこのナビ、これ8インチナビすごい大きくてね見やすいんですよね。あのすごい先進的だなと思います。やっぱナビがねいいのついてると、それだけでね車のグレードが上がるなという感じがしますよね。でまあ走行距離が1000キロ切ってるということで、まあタイヤもねほぼ新品ですよね。でまあ178万ということですよ。まあ売れに売れてる NBOX ということで、まあこれねあの大事に乗ってね、あのまた中古でね売る場合のリセールっていうのがね結構高いですよね、 NBOX は。まあ K 自体がねまあすごい人気なんで、やっぱ買い取り価格もいいよという感じなんですよね。ちょっとねスポーツモード入れてみます。ほほ、
あー、だいぶレスポンス変わった。なんかね、ちょっとターボの機器が変わったかなという感じがします。あの K なんでね、あのその辺ね、やっぱターボ車に乗る方が、まあ、あの特にね、あのダウンサイジングした方、あの1リッターとか2リッターとかからね、ダウンサイジングして K に乗る方は、このぜひともねターボ車を選んでいただいたらいいかなと思いますね。うん、あ、これ十分じゃねえ、これこれで十分じゃねえ問題があるな。でやっぱね、これ見晴らしがいいんですよね。あの NBOX ってね、結構スクエアなデザインで、結構ピラーはね立ってる方なんですが、あの見晴らしはねかなりいいんですよねいやー、本当にね、これだけ窓が大きいとね、本当にね視界がほとんどないという感じですね。これで、あの扉が大きくてね、車内が暑いのかなと思ったら、実はそうじゃないんですよね。このいいねガラスがついてるんですよ。これね UV カットと遮熱ですよね。あの暑さをね抑えてくれるんですよね。いや本当にね、あの車内も涼しくいい感じですよね。はい、間もなく踏切でございます。結構ねこれアナウンスしてくれるんですよね、ホンダセンシングということでね、やっぱいろんな機能がついてるんですよね。テクノロジーのね進化で、やっぱ新しい車ってね、その辺が段違いだなと思いますね。K ということでね、まあ、燃費の方もねかなり良くて、このターボで、WLTC モードで 20.2kg ですね。もうねハイブリッドカー、私ね実はあのフィット3のねハイブリッドカー乗ってるんですが、あれでもね20キロぐらいなんですよねまあこの WLTC モードっていうのはね、ほぼ、実燃費に近いということで、まあ20キロ近く走るんですよねいやーもう経済的だわ本当に。一旦停止の右左、お、あ、こんな乗り味、はいはいはい、すごい、いいサスペンションがついてるんだなという感じがしましたね。ものすごいねふわふわしてなくて、きっちりね、あの路面をしっかり、支えてくれるという感じがしましたね。よく動くサスペンションがついてるなと、まあ、その辺ねさすがホンダだなという感じがしましたね。はい、今ね、ちょっと出にくい駐車場からバックで、出ようと思います。これね、ナビがね教えてくれます。左後ろから車が近づいてるよとかね、いやすごいすごい。いや、これだったらね、視界の悪い駐車場の出るところも安心して出れますね。いや、今のナビ良かったよ。はい、いかがでしたかね。かなりのお買い得車だと思います。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄を見てくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダ NBOX カスタム厳選中古車でした。じゃあね、バーイシュー。